サバディクラ、トヨラクタイカ。こんにちは、チョンラクタイトヨでございます。12年前の今日、どうやら私はこの場所に行ってたようです。ここ、どこだかわかりますでしょうか？この場所に建てられていた建物がわかる方、おそらく初級、対通ぐらいの方だと思います。この形、一目瞭然ですよね。タイではかなり有名な観光地、というかかなり有名な、建物といった方がいいのかな。そしてこの場所がどこだかわかる方、その方はタイの歴史もある程度ご存知の方ですので、中級タイ通ぐらいのレベルの方かと思います。さてこの場所はどこでしょうか。お分かりになりましたでしょうか。ヒントは、この建物を建てたのはラーマ五世王です。そしてこの建物がこの場所からなくなったのは、この場所がフランスに取られたからです。後ろの方に海が映っておりますが、この海にある埠頭がこちらです。もうこの船着き場の建物は結構有名なので、これを見たらお分かりになる方も多いのではないかと思います。ではここから今回の本題に入ります。タイに MP って何件あるの？という疑問を受けました。ということでこのことをネットで検索してみました。簡単に検索しただけですし、全てがネットで出てくるわけではありませんので、正確な数字は分かりませんが、検索の結果、おそらく現在タイには100件近い MP が存在しているのではないかと想定されます。調べてみた結果、ずいぶん減ったなという印象があります。ということで今回のこの動画は風俗ネタになります。性的表現やそのような映像はこの動画内には一切出てきませんが、そういう話を聞くのも嫌だという方がいらっしゃいましたら、この先のご視聴はお控えください。また検索の結果出てきたお店を後から読み上げますが、この町にこういう名前の店がありますよという紹介だけです。このお店がどうだとか、ここの何番の何々ちゃんがみたいな話はここでは一切いたしません。そういう内容を期待してこちらに来ていただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう動画は他の夜系の YouTuber の方の動画を参考にしてください。お店の紹介だけでしたら何も私のチャンネルでする必要はありませんので、そちらは他の方にお任せして、今回この動画では私なりのMP についての考察をお話しさせていただきたいと思います。まずそもそも MP という言葉を知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、 MP というのはマッサージパーラーの頭文字を取った、主にタイで夜遊びをする日本人が使っている略称です。タイに行って日本人以外に MP と言ってもほぼ通じないと思います。日本語は基本的に書き言葉ですので、いちいちマッサージパーラーなんて書いてたら長くなるので、 MP という略称が使われて広まったのではないかと思います。特にあの風俗情報誌みたいなところとかですね。ですからソープランドをソープとか、ファッションヘルスマッサージをヘルスと書いているのと同じようなことで、それに対するマッサージパーラーの略称が MP ということになります。ではそのマッサージパーラーとは何か。日本のソープランドとほぼ同じサービスを受けることもできる総合エンターテインメント施設です。はい、今言いました、あくまでも受けることもできる施設です。日本のソープは性的サービスを受けるための施設ですが、タイのマッサージパーラーはそういうサービスを受けることもできる施設です。といっても外国人利用者のほとんどはそういうことを受けるためにしか利用してないとは思いますが、皆さん普段 MP って言ってますが、ではなぜマッサージパーラーというかご存知でしょうか。今回の動画ではそちらが主な話題とさせていただきます。タイでマッサージといえばタイマッサージですよね。ではタイマッサージとマッサージパーラーって何か関係あるのって思いませんか。
私はタイのことをよく知らなかった頃は、マッサージをしてもらう場所でもないのに、なんでマッサージパーラーって言うんだろうと疑問に思ってました。ちなみにタイ語ではアップオプヌアク、簡単に言えば入浴できるマッサージという感じなんですが、タイ語でもやはりマッサージという言葉が入っています。日本ではタイの MP は日本のソープがタイに渡ったものと説明されていますが、それは半分は正しいと言えますし、半分は間違ってると言えるでしょう。タイの MP で受けることができる性的サービスの内容は日本のソープで受けられるそれとほぼ同じです。これは両者がたまたま同じようになったと考えるよりは、日本からヒントを得た、あるいはそのまま取り入れたと考える方が自然かと思います。現に看板にターキッシュバスと書かれていた店もありましたし、スラウン通りのパッコンの近くにはもろカタカナでソープランドと書かれている店もありましたよね。あの店は今でもあるのでしょうか。結構最近まで目にした覚えがあるのですが、しかし MP の場合は施設内で提供しているサービスの内容としてソープのサービスを取り入れただけです。ですからそれはあくまでも MP の半分だけしか説明していません。 MP は男性が性的サービスを受けるためだけの施設ではありません。社交場的にも利用されたりしています。ですから女性が入店することも可能です。店のキャストではないと思われる女性が同席しているタイ人を見かけることもありますし、私も食事だけをするために MP に行ったことが何度かあります。 MP の食事って結構高いけど美味しいっていうお店もあるんですよね。また以前は都心にもそのようなお店が結構ありましたし、今と違ってバンコクの都内でも冷房付きで座って時間を潰せる場所が少なかったので、私はタイ人と待ち合わせをするときに MP で時間調整をしたということもよくありました。例えばタイ人女性と待ち合わせをしたときなどでも、仕事が終わったら会いましょうみたいな感じのときでもですね、私は MP のカフェでコーラを飲みながら待ってたりとかですね、で時間が、電話がかかってきて、今仕事終わったけどどこにいる、あここどこの、まあ、MP のねここどこの、カフェにいるけどとかね、そういうことを答えたりしましたけど、まあ、別にそれで女性に嫌な顔とかねされるということはありませんでした。ではマッサージパーラーはなぜマッサージという名前がついているのか。それはこの MP というのはマッサージ屋が発展して生まれたものだからです。まあ、正確に言えばマッサージ屋というよりは一部のマッサージ屋ということになりますが、では日本のソープになくてタイの MP に必ずあるもの、これを皆さん思い浮かべてみてください。まず何といっても通称金魚鉢とかひな壇とか言われていますが、ガラス越しの女性が座っているあのスペースですね。そして食事をしたり飲み物を飲んだりできるラウンジ、店によってはステージで歌手が歌っているカフェである場合もありますし、そのラウンジでは生バンドが演奏している店などもあります。この金魚鉢やラウンジというのもものはもともとタイのマッサージ屋にあったものです。客に食べ物や飲み物を提供するための給仕係がいるということもそうですね。タイのマッサージ屋というものはもともと性質の全く異なる2種類のマッサージ屋がありました。タイのマッサージといえば健康のためのというイメージがあるかと思います。もちろんタイマッサージ自体はそういうものですし、多くのタイマッサージ屋はそのために存在をしています。しかし一部にはミスコンテストから発展したマッサージ屋が存在します。ミスコンテストといえばミスユニバースとか世界的にもかなり有名なコンテストもたくさんありますが、タイのミスコンテスト、
これがどのような頻度で行われていたのか分かりませんが、まあ、年1回だったのか月1とかね、毎週日曜日とかみたいな感じで週1だったのか、ちょっとそれは分かりませんが、少なくともミスコンテストが毎日開催されていたなんてことはおそらく、ないだろうと思います。そのミスコンテストの目的を果たす、そのような、施設を常設化するために作られた施設、作られたというかね、考えられたというか、でその施設の中に提供するサービスとして採用されたのがこのタイマッサージでした。以前はバンコク都内でも金魚鉢のある普通のマッサージ屋というのもたくさんありました。今でも少し残っていると思いますが、都心にはおそらくもうほぼ存在しないでしょうし、もう今では絶滅危惧種みたいな感じの存在ではないかと思います。タイ語が読める方ならお気づきかと思います。タイマッサージ屋の看板にヌアトペンボーランとかヌアトスカパーゴ、つまり古来のマッサージとか健康のためのマッサージと書かれている店がよくあります。これは今でもタイ語のね、店の入り口の上の方に、まあ、大体店名とか書いてありますよね。よく緑色とかで、そこに今でもそういうことが書いてある店っていうのはたくさんあります。これってなぜか本来の目的のマッサージ屋とか健康目的のマッサージ屋ではないマッサージ屋が存在していたからということになりますよね。そしてミスコンテストから発展したマッサージ屋の一部がサービス内容をそのタイマッサージから日本のソープのようなことに変えて、さらに発展したものが現在のマッサージパーラーということです。ですからマッサージパーラーで女性本人を見て選ぶというのは当然なことです。まあ、これは日本のソープと全く違うことです。だって考えてもみてください。ミスコンテストで本人を見なくて写真だけで選ぶなんてことはありえないですよね。はい、ですからマッサージパーラーでは必ず本人を見て選びます。はい、ここまでが私のタイの MP に関する考察でした。ではここから先日私が検索して出てきたこの MP の店名を県別に読み上げます。もちろん冒頭に言いましたようにこれが全てではありませんし、逆にここに出てきていても今は営業していないお店というのも含まれるかもしれません。またホテルに併設されている施設の多くはここに出てきませんでした。もしかしたらホテルで調べれば出てくるのかもしれませんが、そこは調べておりません。私が今まで見に行ったことがある場所だけでも、例えばチェンライとかコンケン、スリン、サラブリ、ライオン、ナコンパトム、あとチュンポンとかね、ハジャイとかもありましたね。はい、このようなところにもあったのですが、それは出てきませんでした。では読み上げます。今から読み上げる順番は単に検索した時に出てきた順番です。何かの順番に並べているものではありませんのでご了承ください。はい、ではまず最初はバンコクとプンテマハナコンです。はい、こちらで出てきたお店ですね。ザ・バンクマッサージクラブ、ナンシーマッサージパーラー、ターラーバンコク。これ多分名前変わってますよね。以前何でしたっけ、タラワディだったかな。はい、結構高級なお店でしたけどね。はい、バレンタインマッサージ、バレンタインサウナ&マッサージ2、メルローズプラザ、ビーナス、プリティリラックススパ、ハマサイマッサージ、アロマペンタイ、ダーリンマッサージ、ハーレム、コロンゼソービーマッサージ&ホテル、エビータマッサージパーラ、キューピディ、チャワラーマッサージ、ビュアカフェ、オフィスマッサージ&ホテル、ブラックキャビア、エグゼクティブクラブ、リラワディ、スイート39エンターテイメント、ユートピアマッサージパーラ、ポセイドン、サイフォンマッサージパーラ、プラザエンターテイメント、S ボタンマッサージパーラ、サイアムサラノ、ラベルエンターテイメントコンプレックス、エマニュエル、
アイドル、リラックスプリティ、アクア、ラリサ、ソーピー&ボディマッサージ、ラディファンスマッサージパーラー、フルーティースパ、ペンケース、ペンケークスパ、スノーホワイト、アンジェリーナ、エーライナー。これが、バンコクと、で出てきたお店です。続いて、ノンタブリー券ですね。オーシャンカバナー、モデリンルーム。この2つが出てきました。続きまして、チョンブリー券。アジアマッサージ、PP ボディマッサージ、ギャラクシー、サバイディマッサージパーラー、ハニー1ボディマッサージ、ハニー2マッサージパーラー、グランドハニー3。はい、こちらがチョンブリーです。パッタヤもこのチョンブリー券に含まれます。そして、チャンタブリー券。千歌いマッサージ、マリーナボディマッサージ。続いて、カンチャナーブリー券です。パラダイス。はい、続きまして、タイ東北地方、イーサン地方ですね。ナコンラーチャシマですね、県。ニューアジアマッサージ、ベストバビロンマッサージ、銀座エンターテイメント、スリン県、ローズクイーン、ウボンラチャタニー県、ムアントンパレス、ウドンタニー県、オスカーソープマッサージ、続いてタイ北部、チェンマイ県、ザ・クイーンクラブ、サユリコンプレックス、ローバースパ、続いて南部に行きます、プーケット県、クリスティンマッサージ、マドンナマッサージ、VIP と、はい、以上になります。まあ、これがね、先ほど言いました。簡単に検索、検索というのは、ね、タイ語でしました。先ほどにも言いました。アポープナーってね、検索した結果、出てきたマッサージパーラーのお店でございます。他にもね、もう実はすごいたくさん出てきたのですが、店の写真などを見て、これは違うよね。ね、アポープナーって検索に出てきたけど、これは違うなというものは省いています。このね、MP と同等のサービスを受けられる施設っていうのは他にもたくさんありますが、あくまでも私がこれは MP だと定義するもの、最低でもね、お茶だけでも、を飲むためにだけでも行くことができるような場所ではなければなりません。はい、またね、ここに挙げた店舗のうちの半分近くは、もう私行ったこともないところですので、もしかしたら、まあ、ここはね、当てはまらない施設だっていうところも含まれているかもしれませんが、その説はどうかご容赦ください。じゃあ、残りの半分はお前行ったのかということになりますが、行ってはいます。行ってますが、プレイをしたわけではありません。私の場合はね、日本人を案内することとかありますので、その時のために情報収集というのを、まあ、普段からしてますので、そういう施設を見かけたら、どんな感じのお店でね、どんな女性がどのぐらいいて、金額は大体どのぐらいなのかなっていうのを、もうなるべく確認をするようにしています。ですから、この中の半数以上、まあ、3分の2近くかな、まあ、その店にはとりあえず中に入ったことはあります。はい、最後にじゃあ現地タイ人はどういう店に行っているのかって気になる方も多いんじゃないかと思います。検索してる時にタイ人が作ったバンコクのサジパラベスト10というねサイトを見つけましたので、そのねランクを発表したいと思います。タイ人といっても身分によって行く店っていうのがね異なるんですね。まあこれ MP に限らず、例えばレストランとかでもそうですが、はい、ですので、これ見る限り今回は結構上の身分のクラスのタイ人の方が作ったようですね。まあといってもね、日本人あまり身分がどうこうって言ってもイメージがしづらいと思いますので、日本的な感覚で言うと会社の役職者クラスの方っていう感じでいいかなと思うんですけどね。残念というかね、まあ、結構私たち日本人に近い感覚を持った層のタイ人ということになります。でまたこの中に出てくるところ、閉店している店も結構多いので、おそらくこれね10年以上前に作られたものかと思います。まあ、ただね、あ、タイ人ってこうなんだということで発表させていただきたいと思います。はい、10位ビクトリア、9位カトリーナ、8位エマニュエル、7位コパカパーナ、6位ラディファンス、5位コロンゼ、4位ユートピア、3位アムステルダム、2位ポセイドン、1位ザ・ロードということになっています。はい、
まあ、残念ながらね、この1位のザ・ロードも3位のアムステルダムも今はなくなってしまいましたよね、はい、ですからまあこういう順位になっているので、ザ・ロードができて以降アムステルダムが閉鎖した間に作られた順位ということになりますけどね、ということでございます。はい、ではね、今回の動画はこれで終わらせていただきます。なお、この店はね、どうだったとかね、まあそういうコメントを書いていただくことは構いません。どんどん書いていただいて結構でございますが、私に対して、ここってどうですかというようなご質問には一切お答えできませんのでご了承ください。コロナ後にね、私、どこにも行ってませんので、まあできるとしても、ネットでね、調べてみる限りは、ここ今営業してるみたいですよとかね、もう逆に今やってみたい、やってないみたいですよとかね、せいぜい今の私にはそのぐらいのことしかわかりませんので、この点よろしくお願いいたします。では、今回の動画はこれで終わらせていただきます。お付き合いいただきましてありがとうございました。コクマカップ、サワディークラップ。